都道府県すべての移動についての自粛要請を解除いたします島根県はきょう午後の対策会議で北海道、東京都、埼玉、千葉、神奈川県を含むすべての都道府県への移動自粛要請をあさって19日から全面解除すると決めました。 五都道県も感染拡大の状況ではないと判断したものですまた観光での移動についてもあさって19日から徐々に県外からの誘客を進めるとしましたまず中国地方からというのが考えですただ実際のところ首都圏とかですねっていうところについて積極的な呼び込みができるような状況かというとまあまだ さらに、県内でのイベント規模は7月9日までは1000人、7月31日までは5000人として、それ以降は上限なしと段階的に目安を緩めるとしました。なお、鳥取県はすでに県境を超える移動の19日全面解除を決めています。